ルイジ・クリスティアーノ・ファジオーリは、イタリアマルケ州アンコーナ県、王子も出身のレーシングドライバー。ルイジ・ファジオーリ、ルイージ・ファジオーリとも表記される。自動車の誕生と年齢が重なる世代であり、少年期よりその魅力に取り憑かれていた。1925年にレースキャリアをスタートさせ、ヒルクライム、ボアチュレットなどに参戦。1931年に、 マセラティからグランプリデビューし、1932年のイタリアグランプリやモナコグランプリで優勝。1933年にはタチオヌボラーリの後釜としてアルファロメオに移籍した。1934年はメルセデスに移籍し、スペイングランプリで優勝するなど活躍を見せたが、チームとの関係悪化から、1936年にはアウトウニオンに移籍。しかし、 この頃より、リウマチに悩まされることとなる。最終的に、戦前のグランプリにおいては6勝をマークしている。1950年に始まった F1 世界選手権においては、アルファロメオアークスチームのドライバーとして、ジュゼッペ・ファリーナ、ファン、マヌエル・ファンジオと共に参戦。この年は、アルファロメオの強さが圧倒的であり、揃って速さを見せたことから、 アルファの3回と呼ばれることとなった。初戦イギリスグランプリでは予選2位からファリーナに次ぐ2位でフィニッシュ。5戦を消化した時点でスタート直後の多重事故に巻き込まれリタイアとなった第2戦モナコグランプリを除く4戦で2位に入賞。サードドライバーという立場から優勝のチャンスは与えられにくい状況だったが安定感のある走りでランク2位につけていた。優勝。 ファステストラップを記録し、かつファンジオがノーポイントに終わるという厳しい条件だったものの、最終戦イタリアグランプリ時点ではチャンピオン獲得の可能性も残っていた。しかしファンジオはリタイアしたものの、ファジオーリは3位に終わり、フロリダも記録できなかった。ランク3位だったファリーナが優勝し、逆転で王座についている。1951年は、 第4戦フランスグランプリのみに参戦。このレースでファンジオとのシェアドライブながら優勝。フィニッシュドライバーもファンジオという状況だったものの、53歳22日での F1 優勝は2018年現在でも最年長記録として残っている。1952年、ファジオリはランチアからスポーツカーレースに参戦。 ミッテミリアで3位に入るなどの成績を残していた。しかし5月31日、モナコグランプリの練習走行中にトンネルでクラッシュし、マシンから投げ出された。意識不明となった後、一旦は起き上がれるまでに回復。しかし6月20日に急変し、54歳でこの世を去った。形式的に組み込まれていたインディ500を加えると、正確には6000当時は、 マシンの交換が許されていた。ありがとうございます。